こんにちは、子どもの人権を守る会千葉支部高さんです。読みますよ。道は必ずある、諦めず切り開こう。そして串田先生のお言葉、子どもは宝。はい、今日の話題はですね、再び念のために定期的にやりたいと思います。児相の一時保護最短解除のために、これが分からなくてですね、子供が何年も帰ってこないという失敗をしないために、この保護された直後の対応が明暗を分けますので、ここでしっかり対応できればすぐ帰ってきます。はい、とにかくね、一番最初にやることはすぐに協力者を集めること。児相との面談設定されますよね、第1回。それまでに誰が協力してくれるのか、はい、親族では誰が協力してくれるのか、議員さん、その市議会議員さん、県議会議員さん、そういったところ、我々みたいな NPO 法人、あるいは弁護士さんなど、多ければ多いほどいいんですけども、すぐに協力してくれる方ってそうそう見つからないですよね。ここが勝負の分かれ目なんです。ここでどれだけ動けるか。しかもですよ、このメンバー、児相内部の判断が理解できる人のみにしないとひどい目に遭いますよ。はい、とにかく児相と喧嘩する人間は NG、 喧嘩する人間は NG です。これ子供帰ってこなくなりますからね、こういうことしてると。昨年でしたかね、水戸市、はい、水戸児童相談所、親族の方が警察官の拳銃に手をかけたということで逮捕されてしまいました。はい、こういった親族のうち、児相と喧嘩するような人間、児相と喧嘩して警察呼ばれて、その警察官の拳銃に手をかけてしまったという内容では困りますね。児相とする喧嘩する人間は NG、 はい、気をつけてください。はい、でさらに議員さんですね、この児童相談所内部の状況を理解できない、そして自分がもし本当の虐待者の味方をするようなことになってしまったら、有権者、支持者に示しがつかないということで拒否するケースがあります。はい、気をつけてください。はい、弁護士さんも同じようにわけわかんないからダメですって、私児相問題とてもわけわかんないのでダメですと断ってくる方がほとんどです。はい、ですので弁護士さんの場合は児相問題に詳しい方で、すぐに協力してくれる方ということで非常に限られます。すぐにという点では難しいです。これが児相問題、まず裁判で争うのに適さない理由です。即座に児相問題が強い弁護士さん確保できるという方はほとんどいないはずです。資金的にも、その人数的にも、時間的にも、とにかくそういった児相問題対応できる弁護士さんを確保することは困難です。このすぐにという点では、すぐに確保しないと証拠を集めれませんので、この児相問題裁判で争うとすると証拠が少ないのがこの致命傷なんです。何しろ証拠の根源であるお子さんを児童相談所に人質に取られて、外部の人間が一切接見できない状態です。この状態で子どもからの証言、そういったあの怪我などの状況、そういった有力な証拠を取れないんです。これが児童相談所圧倒的有利な原因です。しかも児童相談所が裁判等で出してくる経過はデタラメを書いても、そのデタラメを検証できる人間がいないんです。それがデタラメかどうか証明しなきゃいけないのはあなたなんです。不利でしょ。どうやって行政職員が書いた報告が虚偽であるかというのを裁判官に納得できる証拠を出すか。これね、簡単じゃないんですよ。こんなの嘘だなんて書いたってダメなんですよ。証拠ですからね、裁判官が認める証拠、これ作るの難しい。だから最初から弁護士がいないと、児童相談所問題に強い弁護士がいないと、もう裁判で子供を取り返すなんてのはありえないんです。はい、だから気をつけてください。非常に弁護士は難しいですので気をつけてください。はい、で
とにかくね、方針は裁判に持ってこうとしちゃダメですからね。最短での保護解除、ここ忘れちゃダメです。子供を視点に考えてください。最短での保護解除、最短での保護解除では裁判じゃないっていうのは分かると思うんですよ。最短での保護解除、保護の平均日数だいたい40日です。ということは最短で頑張れば40日以内に帰ってくる。裁判は40日では絶対に終わりません。つまり最短の保護解除というのは裁判じゃない、裁判しなくても帰ってくるんです。帰ってくる方法をしっかり児相内部の判断が理解できる人の助言を受けた上で対応してください。裁判で白黒つけようとすると数年帰ってこないかもしれませんよ。裁判の仕組み知ってますか？裁判やったことありますか？最高裁まで何年かかると思ってるんですか？その間子供帰ってこなかったらそれはそれで問題でしょ。はい、なので最短での保護解除をしっかり頭に置いてください。はい、でさらに忘れてはいけないのは児相の担当者、通常担当プラスその上司みたいな感じで2人来ると思いますけども、児相の担当者は単なる伝令と割り切って対応してください。この人間の言動に関して何の意味もありません。この決定は全て密室での会議で決まってます。その議事録も完全非公開、児相のその関わった人間以外は全く分かりません。その決定の内容が分かるのが裁判や行政復審査で出てくる弁明書、そういった内容で、ここで決めていたであろう内容が伺い知れます。これがデタラメだったりするわけですね。つまりこの担当の言ってることが全く信用できません。この中で何を言ってるのかは我々はそういった行政復審査や裁判でなければ知る由もないんです。後からしかわからないんです。ですので内部の判断が理解できないと何をやってるのか想像がつかないわけですよ。だから気をつけてくださいということなんです。はい、で結局そうやってうまく対応していけば帰りますんで、で無実を訴えたいのであれば子供を取り返して子供の証言を証拠として加え、この議員さん、その児童相談所を管轄する議員さんも巻き込んで、とにかく証拠をきっちり集めてから裁判をやるべきですよね。やりたいのであれば。とにかく子供を人質に取られたまま数年かかって最高裁まで争うのでいいんでしょうか。最高裁まで争うと児童相談所なかなか子供返せないです。児童相談所が子供を返す条件というのはその家庭が子供を返しても十分な安全対策が行っていると確認できれば返せるんです。面談を行ってそこで状況を確認して今後同じようなことが起こらない、起こり得ない、対策がなされた、そして家庭訪問もして家の中も安全だと言って確かめた、そして最終的に子供と親を面会させて子供の状態が問題ない、家に帰りたいということが確かめられれば保護解除されるわけです。はい、そういったプロセスを最短で行った上で、帰ってきた上で裁判したい方はしてください。はい、その方が証拠がいっぱい集まりますよ。この虐待なんかしてねえんだと、そういうことだということであれば、お子さん取り返してから証拠を集めてください。はい、その方が間違いないです。こうお子さんを人質に取られた状態では、まず重要な子どもの証言ですとか子どもの傷とかそういったものの証拠が取れないでしょ。だから裁判不利になります。それで何年もかかってたらお子さんがかわいそうでしょ。最短での保護解除は裁判を進めることではありませんからね。裁判しなくても保護解除できますから、保護解除してから無実を訴えるべく動けばいいんです。虐待を認めたことになる、
そんなの嫌だと言っても別に戻ってきてからお子さんをとにかく証言、そういった傷、そういったもの、証拠を、無実の証拠を集めて児童相談所の対応がおかしかったと問い詰めればいいんですよ。議員さんですとかその自治体に対して、それが重要です。はい、お子さん取り返しましょうよ。それから訴えていきますよ。むちゃくちゃなやり方、その方がいいと思いませんか。さらに一時保護所の内部の状況、お子さんからひどい状況だというふうに伺えば議員さんたちもそれ無視できなくなりますよね。はい、そういったところも含めしっかりと児童相談所を改革させるためには、まずお子さんを取り返して、それからその児童相談所のやり方が間違っていることを訴えてください。お子さん取り返してそれで安心してしまうと何も変わりません。以上です。はい、じゃあ今回も簡単に流れ説明しました。忘れないようにしてください。それでは親子断絶をぶっ壊す。